こんにちはこんにちはビール飲みながら観戦しますよろしいいいですよ目がビエントですね <laughs> あら仕事中だから抜けますバイ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 完全に変装です こんにちはこんにちはコーナーはじめもう何も見させないっていうマスクの位置です。<laughs> イグニールさん、ヨシポン4710さん、トモアキさん、キッチンさん、山田一郎さん、<laughs> アンソニーさん、ちくわパンさん、ユウさん。 むさん、ふるふるさん、ゆうさん、ぷるぷるさん、あにさん、劇場研究生さん、ゆきんぐさん、ベルトよさん、こんにちは、よんでよんでコーナーはじめ、ぴょっぴさん、すまばらきさん、ケロケロ710、いぶきまえかぐら、きみっぱ、まっかちん、おにさん、たなちゅう、あとはくかいにゃんず、てつや。 トくんシマックマンユウくんバーバリヤキラくん徳生アンニャン、<laughs> ヨニちゃんアライペアリサディーバイワトミマーくんヤス。 こんにちは広島県出身二十一歳のフフピコと藤本フフカです。十五分だけ。か寡黙なモミジさん。鼻 <laughs> 声気味だね。でもほとんど治りました。今日なんですあのマスクしてるかっていうとちょっと今日あの。 メイクまだしてないのでっていうのとえっと体調が悪い時にはいっぱい寝た方がいいっていうことでギリギリまで寝てたんですよなか髪もねちょっと見たら分かる通り <laughs> ボサボサなんですよだからちょっとそうなんです今日はちょっとねここの分け目やばくないですかすごいですよね <laughs> ボサボサすぎてそう今までもう朝の5時とかにやった15分配信の時とかはまだ髪がマシだったんですけど今日はちょっとマシじゃないぐらいこの辺もちょっとやばい <laughs> っていう感じでした <laughs> あ今日しかもあの15分だけっていうのはあのお昼に15分やって夜にできたらもう15分やろうかなと思って分けて。 やろうかなと思ってるので、夜はマスクはないですもん。<laughs> そう、これは別に移さないためじゃなくて、すっぴんすぎるのと寝起きすぎるっていうのです。十五分前に起きました。今日。はい。はい、はい、はい、はい。ひどいですね。本当にひどい。 女医みたいオペ、OK、そうなので十五分だけやります。十五分、夜できるかできないかわからないんですけど、できたら五分でもやろうかなって思ってます。はい、よく寝れたね。昨日何時間寝たかな。<laughs> 昨日の後すぐ、うん十一時ぐらいに寝て、さっきちょうど。 1212345678912 12時間ぐらい寝ましたおはようメールだけ送ったら朝にまた寝ました <laughs> 体調悪いじゃなくて普通に寝た体調悪いじゃなくて普通に寝ました マスクしてると体調悪そうに見えるのでたくさん意味わからんところにピンをつけてみましょう <laughs> 私何時間でも寝れる体質なんですよあと喉はもう完全に喉痛くなくなりましたのどあ昨日20個ぐらい食べたんですよそう一応食べとこうかなもう一個 そうなんです一応ビックスっていうやつを東京のならんで20個は食い過ぎ <laughs> そうですね食べました20個まではいってなきゃ20個弱ぐらいですかね18個ぐらい 食べました。そしたらもうのどは完全に痛くなくなったんですけど鼻水だけですねあとは熱もないし皆ささん就活は本当頑張ってください今度は虫歯に気をつけて分かりました <laughs> 鼻声だよそうですねでもあとはそれだけなので心配しないでください今日は夜にもう一回できたらやろうと思いますもう本当にみんなに映したい <laughs> あげるこの風撮 <laughs> ってよ風 <laughs> なんかさそういう仕組み将来できたらいいのにねなんか風嫌だからあげるよって <laughs> あげる,あげるどうぞどうぞ <laughs> そうなんか欲しい人にさこうやって風あげれたらいいのにね「かのさんこんにちはこんにちはお久しぶりです」そう風の配布会ほらなんか「いやだよ」っていう人もいるけどさそうちゃんとかさ「いいようしても」って言ってくれてるよ <laughs> ほらふるふるさんもうしてって。 そういう欲しい人がいるのほらあんにゃんさんももらえるものなのもらいたいってほら <laughs> カズさん十六も冬っキきも欲しいってカズさん久しぶりじゃないです久しぶりじゃないか <laughs> ほら欲しい人いるからさなんか大事な仕事なんか家族とかでもさなんか <laughs> 明日は絶対休めない学校のテストがあるからちょっと風邪持っといてみたいな感じでさ人にう <laughs> つせたらいいのにね友達とか <laughs> そう <laughs> でその大事な用が終わったらじゃあ返してって言ってくれホにあげたい人にインフルエンザとかはさうつせないけど風邪 でもこういうの風邪ってさなかなかうつらないじゃない人にインフルエンザとかすぐうつるかもしれないけどそうしたい本当に <laughs> <laughs> フフフフ件をもらうと近くの容器が爆発したどういうことフフフフうフフ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 ここフフ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  これは本当のの席席じゃないです嘘の席ですす嘘皆さんに金をあげたいショールーム配信するみたいにさ金を配信できたらいいのに <laughs> 何回も言う同じこと <laughs> 金やんあげれたらいいのになって思う今日この頃ですおおおお <laughs> 金配信です今週広島にお出かけするから映さないであらでも2111人いてこれだけ欲しいっていう人が何人かいるっていう人はあげたいです <laughs> <laughs> いやー っていうか雨大丈夫かななんか雨今日すごいんですよね。大丈夫かななんか夜はこっちに来るみたいです。<laughs> いや、だから耳元でゴーゴーやられてる感じだって。<laughs> 浸水しかけてる。えぇ、ー。大丈夫かなそう、広島。 らへんやばくて雨やばいだってみんな住んでるところ雨大丈夫こっちも今日からずっと雨たいおおそうなんかな名古屋は夜にすごい風とか来るらしくて大阪は小雨本当今中国地方で もうちょっとしたら大阪くらいに来るかな。したらもうちょっとしたら長古に来るの。怖いね。停電するのが一番嫌だ。でも明日は晴れ。へえ。もう梅雨最悪。<laughs> さっき雨すごかった、ふるふるさん。ほんとえみんなが住んでるところは大丈夫かな。<laughs> 雨怖いね埼玉はちょうど強く降ってるえっ埼玉まで行って出るのもういやまだだよねお兄さん関東はこれから今大丈夫かなま久まさん本当前髪かわいいボサボサなんです11時45分に起きました 名古屋も結構あ今日、野球なんかいろいろ中止になりそうだねああもう最悪鼻水いらない鼻水あげる <laughs> 大阪一瞬雷も鳴ったでえー、あーでも今日でもう雷とかなってたらショールームできないかもな ね風邪一きでイケラと同居するの。いや、してないよ。映すといけないから。レッスン場にも昨日はいかなかったです。ちゃんと治ったら。あれする。私の名前はアンソニーです。私はアメリカからこれを見てはい、マイネームズ。ハッピーフユッピー。イェーイ このあとまた寝れますか寝ません。ご飯食べて準備します。<laughs> 雷鳴ったら怖くて配信できないとか、いや、そういうわけじゃないけど、雷鳴って急に停電とかな、え、でもひどすぎたら配信できないよね。雷さ鳴ってたらさ、 どこに住んでるか分かっちゃうじゃんしかも多分だって同じタイミングになだってさもし見てる人がいたらさあ同じ近くに住んでるんだってなっちゃったりするかもしれないから多分雷とかが相当だったらできないかなって思います私の名前は可能です日本でこの廃車見ていますはじめましてふゆっぴさんですよろしくお願いしますハッピーふゆっぴです そんなことはない。停電は大丈夫そう本当配信は時差があるかあ、本当オイラに移していいよ、安高さん。まつけんさんです。みんな自己紹介始めた。まつけんさんよろしく。 かわい,いアンソニーさんかわいいいやかわいくないです <laughs> こんな髪ボサボサな変な女ですもうすぐ14これは保険の15分です夜やりたいなあ出たー 15分経過しました。67日連続配信中。ありがとう !67 日。はい。職場のロッカー室で配信見てる。もう戻らなくて。ああ、そうだよね。みんなまだ今日金曜日だからみんなお仕事中の人もたくさんいるよね。昨日見る感じでは。ロナネ、ね、ロナネです。<laughs> だね交流戦3日目は誰が1位でしょうか楽しみですねいやパリーが強い,いやはいじゃあやります えっと、スタメン発表13番「ペペさん」12番「タナチューアットマーク「カイニャンズさん」いいのかな <laughs> 11番「ベルト用」「アットマーク」「牛乳マジ恋ボーレイさん」<laughs> 10番「シマックマさん」9番「アンソニーさん」8番「平野先生」ア <laughs>「アットマーク」「出勤準備中さん」「ワ7番「ケンアットマーク」「冬日の風移されたい」「おお映してください」「映してあげます」6番「みつくんアットマーク」「冬陰キュンさんありがとう」 五番ムーさん。今日の四番は、お、初めてかな韓国ペンギンさんです。その後のアットマークの後ろは分かりません。キーン !4 番です。おめでとうございます。三番ガンバレットさん。二番ビンゴさん。お、今日の一番はショートアットマークフユッピークラミアセゾタイキさんです。名前が長い <laughs> えっと <laughs> <laughs> はい どうぞ、MVP です。なんか汚いな。<laughs> 交流戦3日目はショートアットマーク、フ冬ピぺ、グルビア星座大輝さんが MVP でした。一人ヒーローインタビューです。<laughs> いつまで星座してます。本当だね。足しびれてますね、きっと。<laughs> はいじゃあ、お昼から来てくださってありがとうございました。 夜はマスクをとって普通にメイクをバッチリしていきたいと思いますので夜できるようにみんな祈っといてくださいお仕事頑張ってください3714人の方ありがとうございます何だっけこれ <laughs> あギフト投げてくださった方とかコメントくださった方ありがとうございますまたねー変な冬っぴでしたはい外せ外せ <laughs> 3229人の方ありがとうバイバイお昼からもえいえいおです <laughs> あれはい。